副業ですか。確かに真島は何ヶ月かに一度数日の休みを取っています。しかしそんな話は聞きません。いつもどこかへ出かけているようですが、郷里にでも帰っているのかと思っていました。姫様、真島がどうかしたのですか。はい、それはもちろん心得ております。午前中に庭仕事をしてから、午後はどこかへ出かけたようです。夜には戻るとの話ですが。Thank you.
もう無駄ですよ。見ての通りですよ。よく燃えているでしょう。もう火を消し止めるのは無理です。そう、俺は知りません。中にいたのならもうダメでしょうね。姫様、大丈夫ですか？そんな真っ青な顔で動かない方がいいですよ。さあ、まずは少し体を休めて。普段はおてんばでも、やはりお姫様ですね。こんなになってしまって。そうですね。姫様を一人にしておくわけにもいかないから、一緒に行きましょうか。姫様、大丈夫ですよ。俺の言うことを聞いて。おやおや、柄にもなく走っていらっしゃる。マジは妹を離せ。なぜです？今にも倒れそうだった姫様を解放していただけなのに。ふざけるな。どうして火をつけたのはお前だろう。どうしたんです姫さん。いいえ、話しません。
正体を現したね、マジマ。そいつの正体が分かったんだ。やはりお上の言っていたことは間違いじゃなかった。俺はあなたに謝らないといけませんね、殿様。ずっとあなたのことを愚鈍で頭が悪くて、ただ見てくれが綺麗なだけのアホだと思っていました。しかしどうやらそれは間違いだったような。おかげで俺はこうしなきゃならなくなった。ええ、そうですよ。殿様のおかげで俺はここを去らなきゃいけなくなりました。だからやり残したことを成し遂げたんです。え、この家は呪われているんですよ。だから燃やし尽くして灰にでもなれば少しは綺麗になるでしょう。呪われているのはお前だろう、マジマ。お前が僕の馴染みの義郎に行った時、お上はお前の顔に見覚えがあった。裏の義郎に出入りするアヘンの売人の頭がお前にそっくりだったそうだ。僕には思い当たる節があった。それを一刻も早く確かめたくて、妹と別れそこへ行ったんだ。こんなことはお前には話したくなかったんだ。僕はこの家の借財を少しでもどうにか片付けるために談笑まがいのことをしていたんだ。この家の窮状に目をつけた卑しい成金どもがその話を振ってきたんだ。僕は一晩で稼げるその金額にそれを承知した。お前を不幸にしたくなかったんだ。汚いことに触れず、いつも無邪気に笑っていて欲しかった。汚れるのは僕一人で十分だ。ごめんね。でもそうするしかなかった。債権者の取り立てが厳しくて、僕にできることならお前のために何でもしようと思ったんだ。だけど以前の僕ならお前に思いを告げられず、いつ死んでもいいと思っていた僕ならもっと自暴自棄になっていた。もっと無茶をやっていただろう。今の僕はお前を守り共に生きたいと思えるようになったから、前を向いてなんとかこの状況を好転させようと動くことができたんだ。僕のその相手の一人に裏に顔の利く夫人がいた。もちろん
そのアヘンの議論のことにも関与している女性だ。ああ、なるほど。そうですか。それで情報が流れたわけですね。さすが、色男の殿様らしい手口ですね。その夫人は知っていますよ。ロシアから亡命してきた伯爵夫人でしょう。ああ、そうだ。お前は大陸からアヘンを持ち込んでいるそうだな。彼女はお前を闇のアヘン王だと言っていた。はあ、やはり女は信用できないな。ペットであるはずのあなたに骨抜きにされていたとはね。俺の部下がね、ここの殿様が感づいたようだと知らせてくれたんですよ。それで芝居の幕を下ろそうと思ったわけです。まあそろそろ引き時かなとは思っていましたがね。何せあなたたちがおぞましい関係にあることも分かってしまいましたし。よくも同じ屋敷の中であんな汚らわしい真似ができますね。お前、え、知っています。あなたたちが畜生にも劣る行為をしていたことをね。信じられませんよ、汚らわしい。確かに僕たちは兄弟だ。お前の言う通り、畜生にも劣るかもしれないね。だがね、汚らわしいのは僕だけだ。妹は清らかに育ってきた。僕が彼女を導いてしまったんだ。僕の妹を愚弄することは、相手が誰でも僕は許さないよ。それに、もう去ってしまうお前には言ってしまうが、僕たちに血のつながりはない。実の兄弟ではないんだ。